バンディの競技風景バンディはフットボール競技場と同じくらいの広さの氷のスケートリンク場で行うフィールドホッケー形式の氷上球技である。スティックでボールを打撃する他ルールはサッカーに類似していると言われる。スコットランドを起源とする新規から派生した競技と考えられており、後にアイスホッケーの起源の一つとなったと考える説もある。イギリスにおいては、 ウェールズで同種のバンドウと呼ばれる競技が行われた。このバンドウという言葉が初めて辞書に現れたのは1770年から1794年の間とされる。その後近代的なバンディは19世紀のイギリスで見られた。1891年に初のルールが定められたとされる。一方ロシアにおいても18世紀初め頃からバンディが 始まり19世紀後半には全国に普及したとされている。バンディのボールの変遷使用されるボールは直径60から6 5ト、mm、ルで赤ないしはオレンジ色をしている。元は四角いブロックだったものが丸いコルク製になり、毛糸のニット製の時代を経て今日のプラスチック製のボールへと変わっている。バンディのリンクバンディの競技場の広さは長さ90から1 1 0ル。 幅45から65メートルである。バンディは1952年のオスロオリンピックでは公開競技となった。スウェーデン、ロシア、フィンランド、ノルウェー、ベラルーシ、オランダ、エストニア、ハンガリー、カナダ、アメリカ合衆国、カザフスタンなどで見られ、男子については毎年世界選手権大会が開催される。また、2004年2月には、 初の女子世界選手権大会がフィンランドで開催された。クラブ世界一を決めるワールドカップも行われている。アジア冬季競技大会ではカザフスタンでの開催となった2011年大会で正式競技として採用されたことがある。2011年アジア冬季競技大会ゴールキーパー、日本とキルギスまた、ロシアで開催された2019年。 東京ユニバーシアードにおいて追加競技として実施された。ありがとうございます。